メチルマロニル COA ムターゼは、メチルマロニル COA を、スクシニル COA への異性化を触媒する酵素であり、主要な代謝経路に含まれている。これが機能するためには、ビタミン B12 誘導体本種である、アデノシルコバラミンが必要である。メチルマロニル COA ムターゼの基質であるイソロイシン、バリン、スレオニン、メチオニン、チミン、コレステロールや、 奇数差脂肪酸の代謝と消化により形作られるプロピオニル COA がメチルマロニル COA の主な原料である。この酵素の酸性物であるスクシニル COA はクエン酸回路の主要な分子である。MCM はミトコンドリア内に所在しメチオニン、スレオニン、チミン、奇数差脂肪酸と同様に分岐さアミノ酸であるイソロイシンやバリンを含む 多数の物質も同様にミトコンドリア内に存在し、これらの物質はメチルマロン酸、セミアルデヒドやプロピオニル COA を経て普通の化合物であるメチルマロニル COA に代謝される。人においてこの酵素の遺伝子はムートとして知られている。この酵素の欠乏はメチルマロン酸欠症の原因である代謝の遺伝病である メチルマロニル COA ムターゼ欠乏症によって起こる。ムートの反応メカニズムは、アデノシルコバラミーの CCO 結合の均一解列で始まり、C と CO の原子との電子を受け取り、電子体結合の解列を形成する。CO4 は、CO と CO の間の酸化状態を変動している。この二つの状況は、分光速速速法で判別が可能であり、CO は、 赤色で半磁性で、CO は黄色で常磁性である。それゆえ、触媒反応でのビタミン BE12 の役割は、可逆の自由ラジカルを生成することである。CCO 結合が、もともと弱く、酵素の立体的相互作用により結合力が、さらに弱くなっているため CCO 結合はこの、メカニズムに大変適している。均一回列反応は、 生化学では普通ではなく、ほとんどの生、科学的な結合の解列反応は、異種解列を経て起こる。メチルマロン酸琥珀酸。ABCGRCH38、アンセンブルリリース89、IMSG-0000146085、アンセンブル、メイ二2 0 1 7ット ABCGRCM38。H A B C G R C M アンセンブルリリース89インスミューズグ000023921アンセンブルメイ2017ハットヒューマンパブメドレファレンスマウスパブメドレファレンスオントレジーンムートメチルマロニルコエンザイム A ムタセ2010年10月31日閲覧ありがとうございます